堀由里は千葉県出身の日本の女優、タレントモデルである、株式会社プラチナムプロダクションに所属する、青山学院女子短期大学を卒業した。幼少期からジュニアモデルとして活動を開始。しかし当時は無意識のあまり何のために何をやっているか理解していなかったという。その後、小学2年生の頃から女優やモデルに憧れを持ち始める。 以降オーディションの応募を重ね、初めて渋谷に行った時にスカウトされたことがきっかけで芸能界入りした。2003年、エビスヨシカズ監督作品、伊サ山雪光で映画デビュー。その後も映画、ドラマ、舞台などを中心に出演。代表作は映画、ベビーベビーベビー、ベイビーベイビーベイビー、恋のプロトタイプ、ドラマ、真夜中の百貨店。 シークレットルームへようこそなど。2014年に所属事務所をアートプロダクションからプラチナムプロダクションに移籍。2016年4月、ドラマ、真夜中の百貨店、シークレットルームへようこそでスタイリスト役として、自身初のレギュラー出演。2017年1月14日、ラジオ、サタデーエキスポに初出演。以後毎月第1週土曜日。 レギュラーパーソナリティとして番組に出演。同年2月26日、ビューティーマイセレクション東京2017内のフリーペーパービットベボリューム11カバーガールオーディションでグランプリを獲得した。2020年4月1日、以前より進行のあったアイザー稽古、木下綾と1年間の期間限定の3人、組ユニットポリコピーを結成。 本格稼働開始。ツイキャスにて、定期的に配信を行っている。また、ネットショッピング、ベース内にて、オンラインストア、ポリコピーショップを開設し、オリジナルグッズを展開、販売している。テレビドラマネット番組テレビ CM ラジオ CM、インフォマーシャル。ありがとうございます。